自分より下手くそな人探して浸るの優越感でもその度ちょっと自分を嫌って次元遡って現実逃避でもいいんじゃない別にいいんじゃない無理に強がらなくてもいいんじゃない下を見て強くなれるのもまた人だからさ彼女は鳥居をくぐったひなさん、僕たちはきっと。